この赤い実はカラスウリです。このカラスウリ、カラスにあえて食べられてしまうようにカラスウリの作戦なんですね。このカラスウリ、カラスが大好きなような色をつけてます。中はカラスが食べた後に食べやすいように中が納豆状になっておりまして、種はカマキリの頭のような形をしております。これ中ネバネバしてるんですね。カラスが食べやすいように自らこうやって実っております。そして食べたカラスは遠くに飛んでってそこで糞をします。糞をすることによって種が糞の中に混じっておりますので、このカラスウリは自ら動くことなく子孫を残すことができるんですね。これカラスウリの作戦なんです。ケンタッキーフライドチキンの味付けのレシピを知っている人物は世界中にたった2人しかいないんです。うなぎの波と特上の違いはうなぎの量が多いか少ないかの違いだけなんです。品質は全く変わりません。日本の歯医者さんの数はコンビニの数より多いんです。北極よりも南極の方が断然寒いんです。冬場の平均気温にはマイナス30度近くの差があります。喉が痛い時にマシュマロを食べると痛みが和らぎます。ゼラチンが喉を保護してくれるためなんです。布団を干した時のいい匂いはそれはダニの死骸や糞の匂いなんです。きゅうりは世界で一番栄養がない野菜としてギネス認定されております。マジという言葉は江戸時代からありました。プーマとアディダスの創始者は兄弟で、そして仲がめちゃくちゃ悪いんです。花市に1リットルも作られちゃう。どんなに頑張っても肘顎につけることはできません。ワカメを食べると髪が生えるという科学的な根拠は説明されておりません。ホラー映画13日の金曜日に登場するジェイソンの武器といえばチェーンソーをイメージする人が多いですけども、実は劇中において彼は一度もチェーンソーを使っておりません。斧ですね、使ってるのはね。チェーンソーを使っているのはあれは悪魔の生贄の主人公ですね。ちなみにジェイソンが殺した人々はもう数えきれないぐらい多いですね。新聞紙を42回折ると月に届く距離になります。100回折った時の長さは太陽系を超えてしまいます。ビーズの稲葉浩二さんの奥さんは松崎しげるさんの元嫁さんです。動物のダチョウは脳みそが目玉より小さいんです。5つ子が生まれる確率は3億3211万110分の1です。かなり少ない確率です。
富士の樹海でコンパスが狂うことはありません。迷信なんです。カビキラーを使ってもカビが落ちることはありません。あれは化学物質でカビを脱色しただけなんです。見せかけなんですね。ペットショップで売られているグッピーのほとんどがグッピーエイズという病気にかかっております。赤城乳業のアイスガリガリ君の当たる確率は 3.2% です。猫の血液型は3種類で、ゴリラの血液型は1種類で、馬の血液型は3兆です。猫は魚好きというのは日本人だけが思っている迷信なんです。レモンにはほとんどビタミン C は含まれておりません。レモンといえばビタミン C、酸っぱいので思い浮かべる方は多いと思いますけど、あれはマーケティング戦略なんです、実は。実際にはビタミン C はあまり含まれてはおりません。イメージのマーケティング戦略なんです。ホワイトハウスにはボーリング場があります。牛とキリンの鳴き声はほぼ一緒です。もーんーと牛もキリンも鳴きます。出産史上最年少はなんと5歳です。世界一値段が高いピザは1枚20万円となっております。これなんでそんなに高いかと言いますと、金箔とともにピザの上に乗っているのはフランス産のフォアグラとトリュフ、カスピ海で採れたキャビア、オセトラ、これら高級食材をふんだんに使われていることからこの金額設定になっているそうなんですね。味はともかくとして、単に高い高級食材をめちゃくちゃ乗せてるからなんです。メルカリに友達を出品したやつがおります。その友達の名前は友達の寮と言いまして、値段は300円で出品いたしました。カイポーンさんが出品いたしましたね。売れたかどうかは知りませんが、バンドが解散して復活するのは10年刻みの印税のためです。もし北極熊の肝臓を人間が食べてしまったら死にます。水道水より天然水の方が安全基準が低いです。市販の水より水道水の方が安全です。わさびに砂糖をひとつまみ入れると、さらに辛みが増して辛くなります。剣道では二刀流、竹刀を2つ持って戦うのは OK なんです。江戸時代にも100円ショップはありました。その100円ショップの名前は
十九門屋という名前でございます。パソコンのマウスの距離を表す単位はミッキーです。ネズミですね、ミッキー。年を取ると淡い色を好むようになるのは目ん玉の水晶体が関係しているんです。カルピスのピスはサンスクリット語です。カルはカルシウムの略です。特別出演とは 2,3 シーンです。友情出演は個人的なお願いで出た人です。それなので無償な場合が多いです。お金がもらえないっていうことです。トンネルの照明が消えているのは外と中との関係を保つためわざと消しております。ジャイアントパンダの食費は10,850円です。消火に使った水道料金は水道事業者が負担をいたします。海と山で遭難したら、海だったら無料、山は捜索隊の関係で1日あたり100万円以上まあ請求されます。ですから山登りの人は大概山岳保険に入っております。遭難したらその後が実は大変なんです。目から鱗が落ちるという慣用句は聖書に載っております。蛇は脱皮したら目から鱗が落ちます。月は地球から年間 3.8 センチ離れていっております。発行枚数の少ないお金1位は昭和62年の50円玉です。それを見つけた方は結構なお金の値打ちが上がっております。ここだけの話、昭和62年の50円玉、1枚の価値は1万円もいたします。それですから、財布の中、至るところ探してみて回って、あったら絶対に使わないでおいて方がいいですよ。トウモロコシの粒は、必ず偶数個になります。地震、雷、火事、親父の親父は親父じゃありません。台風のことです。ですから地震、雷、火事、台風が正解なんです。カンガルーの誕生日はどこで決定するかと言いますと、カンガルーの母親の袋から顔を出した時がカンガルーの誕生日になります。アイスクリームには賞味期限がありません。カンガルーの袋の中はものすごく臭いです。1万メートルから落下して生還した人がおります。怒った時に流した涙と比べて、嬉しい時の涙は本当に甘いんです。キリンビールのキリンの絵柄にはカタカナでキリンの文字が
これ隠されております。ヒントはキリンのたてがみに書いてあります。ビールのところをよくよく探してみてください。ゾウの鼻はほぼすべてが筋肉です。学生服の筆のボタンは鼻水を吹かせないためにつけました。昔は袖で鼻水を吹きまして、袖がカパカパになってる人がたくさんおりました。今はそんなことはありませんけど、昔は青っ鼻を垂らしては袖で吹いてたんです。ウサギは寂しいと死ぬというのは真っ赤な嘘で、実際は寂しくても死ぬことはございません。飼い主が悲しんでるとき、犬が遊んでとアピールすることは空気が読めてないからじゃないんです。これで遊んでた時のご主人が楽しそうにしてたからと思っているからなんです。人が寝転んでいる時、猫が来るのは一緒に寝たいからなんです。回転寿司のレーンの速度は一般的に秒速4センチです。魚の鯉は喉の奥に超強力な歯を持っております。切り捨てごめんは、相手に逃げられたら、その逃げられた侍さんが切腹しなくてはいけなかったからなんです。8月1日と書いて穂積という名字の人がおります。東西南北と書いてよもひろという名字の人がおります。春夏秋冬と書いてひととせという名字の人がおります。東京という名字の人は現在一人しかいないが存在しております。うさぎは1羽2羽3羽と数えます。桜の木には周りにあまり雑草が育ちません。桜の葉には実は毒があり、それが他の雑草の成長を阻害しているからなんです。摩周湖は水源とする河川はないため、法律上は大きな水たまりとなっております。拳銃を初めて持った職業の人は警察ではなく郵便局の配達員なんです。あくびの止め方は舌の先で上唇を舐めるんです。それか両耳を両方の指で塞ぐんです。もしくは30秒間息を止めるんです。コンビニに売っております、唐揚げくんのパッケージに書かれているのは鳥ではなく、あれ妖精なんです。
カタツムリの歯の数は1本から2万本まで。まあかなりのばらつきがあります。人間は生まれた時の骨の数が300本なんですけども、大人になると206本に減ってしまいます。睡眠が足りないと肥満になります。よく寝ると痩せやすくなります。うんちは肉や魚の排泄物の略です。うんこは穀物の排泄物の略なんです。日本医学会によってそれは定められております。これ今見えてる幼虫の映像ですけども、これガの幼虫なんです。このガはスズメガと言いまして、結構スズメガってかっこいいんですよね。飛行機みたいな感じで、うん、これスズメガの仲間のフクラスズメと言います。フクラスズメも蝶のようにものすごい綺麗なガです。皆さんガにも興味を持ってくださいね。結構幼虫楽しいですよ。